ちら11時過ぎの明治用水頭首工です。水位が上がり、水が自然と取水口に流れ込んでいるのが分かります。豊田市の明治用水頭首工では、矢板と呼ばれる鉄板を埋め込むなど、漏水で下がってしまった取水口周辺の水位を上げる工事を行ってきました。東海農政局によりますと、工事の結果、今日午前11時45分ごろには川底から4メートルほどの高さまで水位が上昇、取水口とポンプを合わせて毎秒およそ13トンの水を安定的に取水できるようになったということです。これを受け、明日から農業用水の供給制限が緩和されます。今日まではエリアを4つに分け、4日に1回の給水となっていましたが、明日からはエリアを2つにして3日間ずつ給水と断水が交互に行われます。一方、工業用水は週明けに制限を緩和することが検討されています。